かもうやめ、はい、いいよ、やめてやめるか、いいんだぞ、やめても。やだ、毎年ここ、毎年ここ、記念日はここ、ビールが来た、フルーツ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。飲めるよ、うん、まあ飲めす。これ可愛くない、このさ、ハートランドのグラス、このグラスが本当にずっとファン、これ欲しいね、うん、ずっと好き、本当に欲しい。今日はね、うちらの6周年記念だ、そしてしょうちゃんの誕生日です。そうです、もう明日、そうね、今が10月30日だから明日で30。いいですね、うん、どう、20代から30代になる気持ち、もうみんな経験してると思うけどさ、30代以上の人たちはね、そんなん別に、でもみんないろいろ思うのよ、だって20代から30代ってさ、結構なんか、うん、一気になんかステップアップするイメージあるじゃん。まあそうだね、うん、あんま年が考えてないからなんとも言えないけど、またそういう綺麗事を言う。え、でももう20代後半の時からもう30になるのはちょうどいいって思ってた。まあ、うん、これは結構、うん、あのいろんな年代でこういう年は楽しみだなみたいな、はいはいはい、あるある、そういうのがあったから、うん、なんか30になるっていうのはあんまりなんか抵抗がなかったんだけど、大丈夫、え、全然抵抗ない、楽しすぎる毎日。ああ、じゃあよかった。目標は、目標、30代の目標、なんて言わないの、言うて目標なんてないやろ。あるあるある、あるんかい、ある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 、あるんかい。目標言う時ってお金の話しないじゃん、じゃあいくら稼ぐ、まあまあいいんだけど、いや、いるんじゃない、言う人はいるんじゃない、だからそういう系だから言います。あー、なるほど、それやらしい。あー、うん、でも今よりももっとっていう心で言う。そうね、いつも割と前向きなんですよ、うん、いいことだ割と実は実はいつも前向きなんです。でも翔ちゃんの場合さ、結構頻繁にさ後ろ向きになることがあるからさ。ありますありますよ、あります、あります、もう手がつけられないくらい後ろ向きになる時ある、うん、その時はこの動画見せよ、いい、やだ。でもなんか周りが明るい人、俺ほど暗い人を俺の中で出会ったことないから、あ、なんか周りが上げてくれる人たちよなっていつも思う、俺も含め、うん、俺ほど暗い人見たことないいやーそんなでもないな、そうだな、そんなでもないけど、そんなでもないけど結構暗い方だと思う、暗いっていうか、うん、なんかマイナスな考え方になったらとことんマイナスにいっちゃうタイプだよね、うん、そうね、もうここにいていいのかな、うん、ここに座ってていいのかな、あでもなんだかんださ、うん、うちらもさいろいろあったけどさ、もう6年ずっと一緒にいるんだよ、もっとですけど、まあ、もっとだけどね、うん、でこれからも前いるじゃん多分、そのなんかそのやめてる、その顔どうしたらいいんでしょう、そこの顔アップするんでしょ、編集の時に知ってんだからそういちいち気にすんなよお前、編集なんてよありがとうございます、ブリのカス、はい、美味しそう、美味しさ、綺麗に映ってるかわからない、なんかだいぶぼやけてる気がする、ブリのカルト食べよう、いただきます、みたいな、うん、いいかな、みたいな、うん、すごいおしゃれすぎ、うん、うま、でも髪の毛は本当に嫌だ、いや、大丈夫よ、出てる、うるせえ、それはうるさい、出てんな、
だそれはうるさいって言うけどさ、あんたもさ今日俺の格好見てさ、えガンちゃんガンちゃんじゃん、ガンちゃんに似てるその方がうざかった。ちょっと本当にかっこよかったんだもん。ただなんか服装がこのガンちゃんが着てた、うん、服装っぽかったってだけで、まあね、だってかっこよかったもん。ありがとう。上にほら鼻水出てんじゃん。だから薬飲んどけって言ってんだよこの野郎がよ。ボクスこんなこうやってやめた。なんか翔ちゃんばっかりいつもアクセサリーつけてたピアス売ったりとかさ、ネックレスだったりとかさ。似合いならいいよ。いや俺もつけた。似合わないんだ。え似合わないかな。うん似合わない。ちょっとコメントに書いてほしい。俺がピアスしたらいいやから。似合うって言うに決まってんじゃん。ずるくないそれ。似合うって言うに決まってるじゃん。だってもう世間世論もさ似合うって言うの世論もとか言って似合うのよ。似合うって言うよ。本当？指輪とかもした、まあ、これしてるけどね。これってさメンテナンスとかってあんの？できますよ。なんかやっぱさ色がさちょっとこれもう取れないよ。だって取れるでしょうよ。えマジ取れない。てか最初から取れないし。俺もさなんかすんごい朝からむくんでる日があるの、ね、そういう時はねすっごい取りづらいけど、うん、それか新しいの買う。新しいの買わないよ。一生これ一生これでしょう、うん、まあいいけどね。ハートランドビール、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これって僕が買った？ちょっともうそういうそんな話やめない。2つとも僕が買ったって忘れちゃった。いや、俺の記憶では翔ちゃんからのプレゼントだと記憶してるよ。いいなぁ、すごいよ。どういうことよ、すごいよってどういうことよ。翔ちゃんがなんか買ってくれるって言うから俺は快くありがとうございますって言って買ってもらったの。年下彼氏からのプレゼント。いいじゃん。なかなかない。なかなかないでしょ。失礼いたします。ありがとうございます。生花と彩り野菜をお支払いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ボリュームすごく。美味しい。レモンサワー。ちょっと今日は。だから。あんまこういう表現したくないよ。水だからあんま良くないよ。あでも本当に飲みやすくて。何なんだろうね、あのなんか酒を水っていう人って。日本とかもそうだよね。でも分かるのよ、うん、だって飲みやすい喉越し、うんうん、スッと飲めるのは水って表現は、うん、分かりやすい。間違ってないよね。でもさ、うん、水飲みにくい時ない？だから硬水か軟水かなでしょ。もうあると思うんだけどさ、体調とか。ああそうです、うん、なんかさ1日にさ2リットルの水を飲んだ方がいいとか言うじゃん。で意識してさ飲む時ってさ飲みにくくない？これ割と飲めちゃう。飲みたくないのに飲まないといけないみたいなさあるじゃん。だから公園の水とかは飲めない、うん、公園の水はちょっと話が変わってくるね。でも家の水は飲めるよ。本当？家の水でもなんか意識して飲まないといけないってなったらなんか飲みにくいんで。え割と飲めるけど。いいよなんかそういうなんかあ私健康志向ですみたいな。健康だしそういうのよ。健康だよ健康だよ。ビールだったら5リットルくらい平気で飲めない。確かに、うん、で何なんだろう不思議。うん、あのイタリア人とかの私の血はワインでできてますみたいな、あれ何もおしゃれじゃないからさ、ね、不健康さやめてください。えじゃあヨーロッパの人たちってさ、うん、結構血液ドロドロの人たち多いのかな。そうね、川島直美とかがさ私はワインでできて、うん、もうあれはちょっと良くないですか。ヨーロッパとかさ水よりさワインの方が安いとかやっぱあそれはそ今はどうかわかんないけどさ、うん、そういう話あったじゃん。アルコール好きな人が言うセリフだよね。そうそうそう俺も言っちゃうもん多分。
俺の血液はビールでできるから美味しいね。こういうのさ、箸で食べるのしか箸楽。昨日マッケンチーズ作ったじゃん。さすがに箸置いてたらあんたがな、普段はパスタは箸で食うけどさすがに食えねえよって言って。だって見たことないホスターのパスタだったよね。なんかえっみたいな、なんかこのお箸の先っちょぐらいのパスタがこんな箸で食えないと思って。でもあえて箸にしたのよ俺は。いや翔ちゃんは俺はパスタの時は箸じゃんみたいな感じで言ってくると思ったからあえて箸を置いてた。そしたらなんかスプーンが欲しいとかいう、なんか調子がこういったこと言うから、まあお高くなったなと思って。翔ちゃんもお高くなったなと思って。すごい飲むね。水だもん。あですよね。何かですよね。はい。ありがとうございます。アクアパッツァ。いいね。いきまーす。ああね、出た。まずはスープだ。俺も一緒のことしようとした。出たってないの。なんか翔ちゃん、結構なんかさ、こだわりがあるじゃん。え、そうかな。つけ麺とかもさ、まずは麺から。ああ、やっちゃう。あと何でもさ、塩でとりあえず刺し食べるとかさ。美味しい。そういうことです。じゃあまずは麺からって勧めてるお店多いじゃん。うん、多い。だから。いや、この間もさ、つけ麺屋さん行ってさ、まずは麺を一口食べてください。その後は、つけ汁につけて、その後は、いろいろスパイスがあるんで、それをトッピングしてみたいな書いてある。まあ、書いてあるからとりあえず一口はさ麺だけで食べるけどさ、なんかまあ、うん、よく分かってないからさ、いや、まあ、うーんってなっちゃう。そういうもんか。いや、そうよそうよ。あの別に最初に 麺だけ食ったところで何も得れてないよ。でも思うんだけどさ、小麦の味ってみんなそんな理解して食べてるのかなと。じゃあつけた方が美味しい。うん、この小麦は違うよねみたいな。まあね、まあね。いやー、美味しい。美味しい。ほんと今度さ、うん、一緒に整体行かない？一人で行くときも、まあ、なんで？なんで？一緒に行こうよ。え？だってもう翔ちゃんももう30だよ。もうガタ来てんじゃん、必ず。ない、全然どこもないんですけど。嘘つきよ、この間なんか背中が痛いって言ってたやん。え、それは単純に痛かっただけで、別に慢性的なあれじゃないです。ちょっと痛いかなって思ったぐらいです。嘘だよ。だって2日間くらい痛いって言ってたじゃん。2日で治ってんのがいいよ。チップだかなんだかわかんない冷えピタみたいな貼ってでしょ。まあまあ、でもそれで治るからいいよ。治るよ。30代でやりたいことは。え、もうやめない。それ飲んでよ。目標じゃないから。やりたいこと。えだってこの間なんか YouTube でさ、30代でやるべきことみたいな動画見てたじゃん。なんかすごい楽しむ気満々じゃんと思って。30代確かにじゃないとさ、そういう動画見たくない。恋愛とかを気にする必要ないし。あ、そうね。別に仕事は仕事、仕事は仕事で、まあ今まで通りやっていけばいいし。でも仕事はもっと発展した方がいいんじゃないですか。うーん、でも別に給料さえ上がれば何でもいい。で、給料が上がるってことはそういうこと。あ、まあまあそうなんだけど、なんか、ね、20代の時はって言うけど、まあ、まだ20代っちゃまだギリ20代なんだけど、うんうんうん、なんか人の目とか、まあ、YouTube とかやってる時から、
まあ、いろいろ気にしたりとか、まあ、今も気にするっちゃ気にするけど、人が何か言ったとか、まあ、容姿をいじられたりとか、そういう時に気にしたりはするけど、なんかもう割と本当に周りがすごい肯定的で、すごい頑張ってるじゃんとかさ、いつも本当ずっと頑張ってるよねみたいなこと言ってくれるから、だから周りが認めてくれるから、もうそれでも全然満足、だから楽しい。あうん、そうよね。なんかいろんな声とか気になってたけど、ずっと、まあまあ今もたまに気にするけど、でもそれ以上に周りが肯定してくれるからさ、そういう存在って必要よね。いや必要だと思う。なんか自分の味方がいるんだっていうのが分かるとさ、やっぱ自分の行動に自信が持てるじゃん、だからもっといろんなやってみようと思うしさ、そういうの大事よね。だから翔ちゃんももっともっと自信持っていろいろやればいいんだよ。助言だったりアドバイスしてくれる人がいるって強いよね。確かに確かに。じゃあもうどんどんやりたいことやって、30番。多分他の人からしたら、21とか2とかで出会ってて、23とかでこういうところで披露してっていうのは、普通に幸せじゃん、多分、みたいな風に思われるだろうけど、まあ、ね、そんな単純なものだけではなかったから、うん、でももう幸せかな。分かった。相手がさ幸せだって言ってくれるのが一番幸せだよ。ここパスタです。おいしそう。おいしそう。うん。おいしい。飲むとトイレ近くなるとね。いや分かるわ。一回行ったら終わりだよね。一回行ったらもうエンドレスになっちゃうじゃん。これ絶対人以上にトイレ近くなるからさ、会社がいいんじゃない。そうだよね。行ってきな。聞かれるぐらい行っちゃう。なんか10分に1回とか行っちゃう人だからさ、いいじゃん行ってきなよ。なるほど。なんでよ、漏らさないでここで。まあ、それも思い出それも思い出じゃない。行こう。うん、もう美味しい。翔ちゃん明日で30歳になるけど、いつまでだってもめちゃめちゃ可愛い。ただのもぬけです。今日はめちゃめちゃ翔ちゃんが喜んでくれたからマジで嬉しい。よかった。本当に美味しい。もうなくなっちゃうだよ。そうだよね。いや本当になんか吉祥寺で気軽におしゃれな気分を味わいたい時は本当におすすめで、そんなに敷居高くないって。そうだよね。気軽に入れる雰囲気だし、金額もそんなに高くないし、すごくすっごいおしゃれな気分になれる。まだまだ増える感じですよ。いや分かるよ。コース2周ないとか言ってちゃう。いける、分かる。ここまで行きました。でまた戻れる。え、なんだっけ、世にも奇妙なものがあります。あ、ハイヌーンね。ハイヌーン、あの知らないかも。いや知らない人多いと思う。あれ名作、翔ちゃんに教えてもらってみたけど、すっごい面白かった。家にも奇妙な物語で、玉木浩二。あ、そう、玉木浩二。が、定食屋さん。定食屋さんに行きました。うん、で、右からか、頼んでいくんですね。メニューをね、そう、1個ずつ。で、最初はみんな、あ、よく食べる人だなって思ってたら、もう、その先までどん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 、もうずっと食べていくし。うん、でそれがどうなるかっていうのはちょっと、そうだよ、
本編見て面白い。そう最後えってなりますね、うん、誰もがえってなったやつで、うん、面白い。あれは名作、うん、なんか気持ち悪い感じもうまいし、うん、あれはいいね。あれも大好き、うん、メインだね。嬉しいね。ちょっと、うん、ちょっと僕らにはとても上品なお料理でして、うん、そうね、コースではあるんですけど、ちょっと追加にちょっと頼んだよね。はい、あの全然、ね、あの全て満足なんですけども、うん、あのもうちょっと楽しみたいなって。そうね、はい、そうよ。ここセルフオーダーなんですけど、うん、店員のお姉さんがちょっとまだ来るのみたいな。ちょっとお上品な量にしないと僕らも。うまっ。おいしい。本当おいしい。言ってきた方がいいかな。大丈夫なの？やっぱさ、ブーブーシーまだ付き合いたてほやほやのカップルだったりとかさ、付き合う前のカップルとかさ、こういうコース料理とかを頼んでさ、美味しいとか言いながらたしなむ感じだと思うんだけどさ、後ろになってきたらさ、そうね、遠慮なんて遠慮もないし気恥ずかしさもないしさ、追加で頼むみたいな。正解頼んじゃいます。それはそれでね、めちゃくちゃいいと思うんだよね。まあね、まあね、お店からしてもいいし、うちらとしてもさ、いいじゃん、うん、その気使わなくてさ。確かに、うん、確かに。だからみんなそういう関係ないないや、確かにね。たこ焼きとか食べ行っても海苔が歯にびっしりついてる関係が、うん、ありなさい。そうだって、うちらもさ、ここ来る前にさ一軒目行ったんだけどさ、磯辺揚げ頼んだじゃん、ちくわの。お互いにさ、青のりついてないみたいな。そうだ、言い合える言い合える。なんかそういうのがいいよね。いや、そういう関係の人じゃないと一緒にいて疲れる、本当に。ああ、まあね、そうだよね。確かに若い時は俺も本当そうだったもん。なんか付き合ってたんだけど、やっぱり気を使って、やっぱ自分をよく見せようと思って付き合ってたから、すんごいしんどかったんだよ。特に俺の場合は女の子と付き合ってて、自分がゲイだっていうことはその時も理解しなかったから、自分自身で付き合うと言うんだけどさ、なんか理想を追い求めてた、男とはこういうもんだみたいな感じで付き合ってた感じがあるの、今考えればね。もう本当に今翔ちゃんと一緒にいます。恋だけだし、楽しい。幸せ。早っ。美味しすぎて楽しい。コース料理向いてない。本当に。味わってます？味わってます。味わってます。美味しいもん。これ追加で頼みました。いいですね。おいしそう。あれ、フライドポテトの世界の人でしたっけ。あら、あれ、フライドポテトの世界の人、呼ばれただけですね。おいしい。おいしい。ホクホクすぎない。おいしい。だから俺が買ってあげるっていう、買ってあげるっていうのもおこがましい時はあるけど、そういう時は素直にさ、買ってもらえばいいじゃん。あ、なんで硬くなに、いや俺が買うよとかさ、じゃあ半分にしようとか言わないでほしい。だって自分で頑張って稼いだお金は自分で使ってくださいって。俺に対して。だって翔ちゃんだってさ、持ち豆に使いたいとか、買ってあげたいとか、誰か友達が遊びに来るときは何かしてあげたいとか思うよさ。そう、それと一緒よ。おごられるよりおごる方が楽、気持ちが。まあそれはそうよ。
うん、でも俺おごられることだったりとか、うん、あんたはプレゼントしてもらうことに対してそんなに抵抗はないよ、ね、あんたはだってその代わり何があったらお返ししてあげようと思うんですよ、うん、だから旅行のお土産とかもらったらその人には旅行行った時にお土産買って帰ろうとか思うし、おごられるのが気持ちいい人も中にはいるから、うん、それが当たり前っていうのはよくないけど、そう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 、でもしろちゃんそうじゃないじゃん、で年に1回くらいのさ誕生日の時くらいのさ、まあ、素直に受け取っても全然場所は足らないよ。なんでおごられるのが嫌だかっていうと、なんかお金に苦しんできた何十年かがあったから、うん、おごられることが当たり前っていう感覚になったら怖いなっていうのと、うん、おごられた時にどう顔つけるかわからない、うん、っていうのがあったんだけど、でももう今はおごる気持ちよさもわかるから普通にその時に全力でありがとうございます、ごちそうさまですとか言えば、うん、払う側も気持ちいいわ。いや気持ちいいよ、いやもう本当にありがとうございますって全力で、うん、でもだけどなんか目上の人に対して財布を見せるのは失礼っていう感覚は分かる。ああ、それも俺も分かんない。財布出すの出す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 っていうのはその感覚はない。全然出す、だって逆に出さない人いたらさ、そうそう、もともとおごるつもりでいたとしても、うん、それを当たり前でっていう態度されたら、そうだよね、すごい嫌だもん。そうだよ、なんかちょっと財布を出すくらいだったら、あ、いいってなるじゃん。そうなの、そうなの、そうなの。でも、うちらの間ではそこまでさ、気にしないと、こういうなんか誕生日の時とかさ、ここは遠慮してほしくないけど、うん、うちらの間ではね。まあ、ちょっと遠慮させていただきます。まあでも俺はあんたの誕生日の時に旅行プレゼントしたことありますけど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、6周年アニバーサリーでした。もうりょうちゃんがいいから、あーじゃないじゃん、味が変わった。どこが両親だったお皿の置いたから味変わって、そんなんさ何でもありじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。食べよう、食べよう、いただきます。ちょっと待って、いいかな、なんでそんな照れんだよ。お前プロじゃねえのかよ。お前言うなよ。出た。お前言うなよ。おもろ。ね、こういう時だけさ、なんか照れてなんかそういう感じになるよさ。で、後でさ、あんまいいよ。何？この後殴り合いの喧嘩ですよ。後でさ、もっとしときたかったとかさ。うまっ、おいしい、おいしい、すんごいおいしい、抹茶粉、うん、おいしい、もうほぼお茶、おいしい、うん、うん、まっ、これからも、うん、はい、よろしくお願いします。誰も見てない。見てるよ、見えるよ。見せればいい。ダメ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 。見えるやって。